ガソリン用の空のタンク、蛍光管をお持ちの方、空のタンク、空の蛍光管をお持ちの方、今後給油できる可能性が高まってきてますので、ぜひ玄関前の方に運んでください。ちょっと音落としてください。緊急があればテレビ会議につなぎますけども、ごく簡単に、保安班より、連絡します。この部屋の環境ですが、ニュートロについては引き続きゼロです。ちょっと6時ぐらいからドタバタしたことも含めて、ごく簡単に原子力の今の状況をお話ししたいと思います。昨日の夜から、第一の1号機と3号機は海水を入れていました。で、2号機については今の需要の水源、RCRC っていう冷却水を入れているものが、生きてる、どうも生きてるようなんですけども、あ、それ出してるで、そういう状況でした。で、基本的には海水を入れるというのが最重要課題ということでパラメーター見てたと。ところが今水の話いろいろ出てますけど、海水から入れてるというのはですね、海水の0メートルの海の、あそこでいう左側の海とですね、あの1号2号3号って言ってる方はですね、標高差が 10メートル以上あって、あの一つのポンプで簡単にあの建屋の中にですね注水するほど、あのヘッドを立てるポンプってそんなになくてですね、一旦逆線ピットっていうところのため池に海水を入れて、そこは10メートルぐらいなんで一旦入れて、そこからポンプ車で、原子炉に注水すると、そういうシステムを組んでます。で、逆線ピットっていうのは結構水があってですね、あの海との補修中の1番っていうポンプで、ポンプアップしながら1号と3号入れてたんですけど、ちょっと1号が不調でしてですね、あの逆線ピットがかなり空に近くなったということで、1号3号を一旦止めて水を溜めてました。で、3号については今給水中です。で、いずれにしてもあの逆線ピットに多量な水を溜めておくというのが、炉心に水を送る生命線ですので、2号機はまだ入れていませんけど、入れれる状況にしておくというのが必要なので、まあ、いくら水があそこに入るようにしていても、あの少なくすぎることはないと、そういう状況です。まず そういうことで今水とかタンク車とかいう話してます。それからプラントの方の状況では、3号機がですね6時頃から格納容器の圧力が上がったりしたので、ちょっと危機管理モードに入りました。総務にあります。7時ぐらいに安定してますので、一旦その段階では作業員を執務室に引き上げさせたりしましたけど、7時過ぎぐらいに再開をして、今作業をして、あの4番の連結の、小名浜コールセンターからの輸送ですが、ガソリン500リットル、余ったところは構成班から、それから上の方のろ過水タンクの方でつなげる、あれは海水じゃないんですけど、つなげようとしたんですけど、どうもろ過水タンクが地震かなんかしまで漏水しているようで、ちょっと水、あそこの水源はあんまり期待できないというような状況です。で、これ以外にもあそこの逆線ピットに給水車がですね今7台、すいません、皆さんすいません、川の水でも何でも汲んでですね、消防からのお願いで、海水槽にバケツリレーで入れるというようなこともしようということを今、特に自衛隊の給水車皆さんチェックです、テストです、加えてまたいろいろやっていくと、ああいう三段をそこら中からやってる最中です。一応原子力の今の状況はそういうことをやり取りしているということ以上です。じゃあ、 あの全体会議がもし必要であれば、ちょっと途中で場合によって割り込むかもしれません。